留守番電話サービスセンターに接続します。あれの方は発信音の後にメッセージを録音してください。ピー。ハトケイです。お父さんの実家を見てきました。なんかボロボロだったです。バスも1時間に1本しかなくて、今は帰りのバスを待ってます。それで報告ついでに電話したわけなんですけど、留守みたいなんで夜になってからもう一度電話します。それじゃあ。録音に失敗しました。メッセージをお預かりすることができません。え？もう一度発信音の後にメッセージを録音してください。ピー。ちょっと待って、あ、じゃなくて、あの、ハトケイです。お父さんの実家を見てきて、それで、ボロボロだったと。はい、そうですって、あれあれあれれ、ヨーコちゃん、いやー、やっぱハトちゃん面白いわ。お腹痛っ。ヨーコちゃん笑いすぎ。こっちも笑いたくないんだけどね。まだ食べたばっかで、ほらと来るし、死ぬ。そんなの自業自得だよ。こっちはお腹空いてるのに。
温泉に浸かってのんびりするには良さそうなんだけどね。ご飯美味しいし。だったらさ、ハトちゃん。ん？用事全部済ませたんなら、泊まれば料金かさむわけだし、さっさとこっちに帰ってきなよ。ヘミズカ駅前です。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。いや、お嬢さん。あ、駅員さん。今日は無事に乗れたようだね。お世話になりました。おかげですごいところで寝ないで済みました。なるほど、すごい場所だったようだね。さすがは音に聞こえたお屋敷だ。まあ、そのいろいろとありまして。まあ大きな怪我がなさそうで何よりだよ。はい、おかげさまで。それで用事は済んだのかな。はい、一応そうなんですけど、せっかくなんでもう少しだけこっちにいようかと。それでですね、またお世話になりたいことがあるんですけど。何かね、何でも言ってみなさい。できればその和食で。お腹いっぱい。Thank you.
あんたのママさんの知り合いって人からあんたの居場所知らないかって電話があってさ、家にかけても誰も出ないって。あ、うん、誰か出たら怖いよね。そりゃそうなんだけど、なんか私パパさんの実家の方に行ってるって口滑らせちゃったみたいなんだ。うん、別にいいけど。やっと捕まえられたわ。久しぶりっけ。やっぱり。ん？何がやっぱりなんだい？さくやさん、昨日陽子ちゃんの家に電話かけたでしょ。かけたかけたさ、かけまくったさ。あんたの友達でフルネーム知ってるのって奈良陽子しかいなかったしね。それでボックスから拝借した電話帳に載ってる奈良って名字、上から順に総当たりしたわけさ。かけまくるっていうほどなかったと思う。そうさ、実際のとこは一発だったっけ。はあ。というわけで、ケイ、しばらくぶりだね。いつもよりは空いてないよ。お母さんのお葬式にも来てもらったし。それはそれだろう。あんたは元気だったかい？うん。少し痩せたか？ともに横ばいでして。ならいいじゃないか。健康あっての人生だよ。そうだよね。過労に風がたたってたもんね。健康第一だよね。ひどい。仕方ないさ、ひどいだろうさ。あいつの年も考えないで私があんな服を送っちまったから風邪なんてひいちまったんだろうしね。あんな服ってもしかしてすごくスリットの深いチャイナドレス？前の撮影でチベット行ってきたんだよ。その帰りに寄り道したついででね。どうしたんだい？別に、あまり考えちゃいけない世の中の不条理についてちょっと。
朔也さん、私に用事？ん？わざわざ陽子ちゃんに行き先聞いてこんなところまで来るってことは、もしかしてすごく重要？そうだね、そうでもあるけどそうでもないってあたりかね。少なくとも私にとっちゃ一大事なのさ。あんたの身の振り方を聞いとくのはね。はあ、で、あんた狭間の屋敷には行ったのかい？どうだったって、何が？だから風間の屋敷に行ってみてさ。どうしたんだい？不思議な光景が見えたんだ。私がまだ小さかった頃の。火事の煙に隠されちまった記憶がかい？わからない。わからないけど、そこには私だけじゃなくて、笑ってるお母さんがいて、忘れてしまったはずのお父さんも笑っていて、そしてあの人も。あの人って誰だい？夕べの夢に出てきた人。とても悲しい目をしていて、私に全部忘れろって。蝶の形に白く抜いた青い着物を着てた。それから少し伸びたおかっぱ頭にもやっぱり蝶の髪飾りをしてて、ちょうどこんな感じだった。これお守りみたいなものだから大事にしなさいってお母さんが。なるほど。